あ、いいですか、うん、はい、言ってください。え、ドキュメンタリーを撮り始めたのは、うん、これが最初、これが最初、これが最初なんだ、うん、だからちょっと今回ってない時言いましたけど、うん、まあ愛と希望の街っつのを書いて、うん、これ仕事が、まああれってくらい買えばこれでやっと認知されてね、うん、年間代表シナリオも載って仕事来るだろうなら一切来ないんですよね、うん、でまあそれもあったんですけど、ちょっとさっき本ちゃんで言いかけましたけど、そのなかなかやっぱシナリオで何書いていいかって思いつかないときに、うん、ドキュメンタリーって手はなくはないかなとはちょっとやっぱり思ったこともあるわけですよ、うん、でその時に野中博夢をちょっと撮りたいと思って、うん、でさっきも言った差別と日本人呼んで、うん、あ、これ野中博夢やりたいのと、やっぱり今の自民党政権とかあれを批判するのを、要するにリベラル側からやったって仕方ないだろうと、うん、もっとやっぱりその自民党側のちゃんとした保守からやりたいって、それ野中博夢がちょうどいいじゃないかって、うん、でその時思ったのが、その何年か前見たワンビンの、撮った本民の記憶っていうのなんですよ、うん、でそれは3時間、何分あるドキュメンタリーなんだけど、まあ、中国のアパートの一室がこうやって映ってて、最初向こうの推薦便所でおしっこちょろちょろ、集音マイクつけてるんだろうからおしっこちょろちょろって音がして、ジャーって水が流す音がして、うん、パッパって70代仲間のおばさんが歩いてきて、ピョンとカメラの目の前のソファーに座って、そこから延々と自分の半生を語り始めるんですよ、うん、でそのおばさんは反右派闘争と文革の2回粛清されてて、うん、そのことを要するに語ることが中国の近代史だと。でそれを見た時には、この手法なら俺も撮れるなと。で僕さ、ドキュメンタリストじゃないから1年密着とかできないわけですよ。で野中博もこれでちょっとやりたいなと思って、で割と強力なつてを見つけてですね、うん、強力なつてっていうのは、野中と一緒に、野中さんと一緒に副知事やってて、今弁護士の名前忘れちゃったけど、その人経由で企画書を送ってやったんだけど、もう野中事務所から直接電話かかってきて、申し訳ないけど野中は今こういうことは、やらませんからみたいな。でもうそれでそのドキュメンタリーはずっと終わってたわけです、うん、でさてと、で愛と希望の街やった時に、もう全くこれお客入らなくて、意地のようにこう連日トークショーやってたんですけど、もうその中でその後ずっと、まあ、付き合い長くなる馬奈木一太郎という弁護士が初めてトークに来て、で終わった後に、井上さんちょっと一回その福島に裁判見に来てくれと。でこれもやっぱためらうわけですよ。で裁判なんて一回行ったらこれ絶対一回で済むわけじゃないって直感的に思って、これ裁判のために福島行くの大変だなと思ったんだけど、一応どれだけ論を立てようとね、やっぱその福島、愛と希望の街福島舞台ですけど、被災地が、福島で商売しちゃったんだから、まあ、商売ですよねそれ、だからそれは責任上行こうと思ったら、やっぱりこれ一回じゃ済まないわけですよ。でそれはなぜかというと、まあ、そこにいるその原告団だったり弁護団ともこれ一回で親しくなっちゃったら、もうそこの人間関係ができるのと、これももうよく言ってるんですけど、パッてこう傍聴席に座って、こう右側が被告側、東電と国の弁護士並んで、右側に原告側のその弁護士並んでるわけですよ。これ弁護料向こうは莫大もらってて、こっちは全員一人100万ずつ出してのプラス手弁と。だからこうやって顔見比べた時に、人間の顔ってこんな違うんだと。で俺は一体それもやっぱりどっちの顔でいきたいんだろうと思って、そのことも含めて決して応援とかそれだけのつもりじゃなく、自己確認も含めて2ヶ月に1回裁判に通うようになったんです。そしたら馬奈木さんがある時に、井上さん、こうやって来て帰ってもらうだけじゃ申し訳ないから、その弁護団がね、その入れるところにしか入れない、その10キロ圏内に、まだその時10キロ圏内、2014年のことですから入れない時に、そこに連れてきますよって言われて、おラッキーと思って行ったわけですよ、一泊して。でもそしたらもうそれこそさっきの時代劇を、あれでいいなら城跡を見ろじゃないけど、馬奈木さんが、井上さんなんか気づきませんっつんで、何っつったら、カラスとスズメがいないでしょ、いやで山端とはキジがいるから別に放射能じゃないんですよ、で何だっつったら、井上さんもうね、カラスやスズメは人間としか共生できないんですよみたいな、
でもそういうことが分かるし、その原発から、5キロの時の今野さんっていうね家に行ったら、そこはもう1億円豪邸って家を建てたばっかりの時だったんですよ。でそこで、こう余儀なくされるなんて、うちはその1億円豪邸また綺麗なままで、だけどうちの前にはフレコンパックがまるで土塀のように置かれてて、ね、もうすぐ出てるからおしまい忘れたお雛様はあるその壁のホワイトボードには、3月の予定がずっと書き込まれたままなんですよ。だけどまた綺麗なままなのにパッて下見るとハクビシンの糞がバーってびっしりな。でもう皆さんこれ土足で上がってくださいって言うけど、土足でなんて上がれないって、まあそういうことを体験して、そしたらその2ヶ月後のまた次の裁判に、井上さんその前は目で見たから次は耳で聞きましょうって言って連れて行かれたような、この大地を受け継ぐのこれ樽川さんという、原発事故後1週間後にお父さんがそのキャベツ畑で自ら自死された、首を吊られて自死された樽川さんというお宅だったんです。でその話を聞いて、それこそ知った以上伝えなきゃっていうことですよね。でまあすごかったわけですよ。その中からそのお父さんがもうこの土地ではね、農業はできねえんだっつって首を吊られたその土地で農業を続けていくのはどういうことだっていうことを、これは伝えなきゃいけないと思って、あこれだったらあの時野中博夢を取ろうと思ってた手法で取れるんじゃないか、そんで取ろうと思ったのが第一。だからドキュメンタリーを取るというよりは、まあ前から考えてたことの手法と樽川さんという人のことであって、これ一日でできるじゃんってことは思ったことは思ったんですけど、これも福田村と同じで知った以上何かって思うの。で普通そのドキュメンタリーって多分時間かけるのはその被写体との時間をこう信頼関係なんだけど、それはもう真柳さんがやってくれてたわけですよ。であとはその時行った時に東京演劇アンサンブルという劇団の子たちもその真柳さんの知り合いで傍聴来たんですが、彼らも行ってて、もうね彼らがワンワン泣いたわけで、それでその樽川さんも感情高まったんで、あこれはやっぱり誰かあれを連れてかなきゃと、聴衆を聴衆で、その時にですね、ちょうどですね、まあうちの妻とは不倫略奪婚なんですが、妻の娘、父親と暮らしてる娘がいるんですが、その子が高校中退して河合塾の大学検定コースに通いながら女優やりたいとかなんか言って、僕が結構営業してたりしてて、その娘に聞かしたいと思ったんですよ。だからその娘をとそのいろんなつてをたどった11人の学生連れて福島行って撮ったっていうのがこの映画なの。だからメーカーにドキュメンタリーを撮るぞってことじゃなかったんですね、うん、話としては。そう、劇映画にするをしてみようともは思わない。うん、それはね、やっぱ愛と希望の街やってたから、うん、だからなかなか愛と希望の街を撮って、うん、確かに今度はその目線になるけど、これは違うんじゃないか。まだあとご覧になると分かって、やっぱ樽川さんという人が非常に絵になる人だったっていうのもあるし、この語りだけでその誰もがやっぱスマホで撮れるようになって、一番変わったのは実はドキュメンタリーだと思うんですよ。そのフィルム時代にガーってやってたことじゃなくて、もうずっと回しっぱなしにできるんで、素材さえいい人が見つかったらこれできる。それは多分森さんの森達也さんの A から始まったことなんですけど、だけどやっぱりどこかで素材としては面白いけど、これ映画なのかってやっぱり未だに思う時があって、もしかしたらそのずっと一人だけ撮ってる、撮った時間イコールそれこそさっきの石森四郎さん各30分もの30分じゃないけど、あそれは辻正樹さん、あ辻正樹さん、ごめんなさい、辻正樹さんだ、失礼しました、辻正樹さんのあれじゃないっていうね、あれじゃないけど、そういうことがあっても それこそが映画として成り立つんじゃないかつんで、その挑戦もこれはありました。だからこの時やっぱ劇とは思わなかったですね。で実際にね、その後来る時はそんな自覚なかったんだけど、もちろんその1時間、まあ、この映画89分かなんかですけど、その86分じゃなくて、もちろん3時間ぐらい話してるんですけど、これをどう切るかっていうのは、これも脚本の仕事なんですよ。で、あ
本当に編集と脚本は似てるって言われたけど、これ本当にそうだなっていうのがやっぱり勉強になりましたね。だからあのやったことはその取材してそれをこう切ってるみたいなことでしたね。いやだからほら その人が良ければ極端なんですし、 ある程度の水準は確保される感じ、うん、いやいやもう絶対されちゃいますからね、うん、本当に。で、まあ、ほら僕の好きなお母さんのセリフがね、そうあのセリフを聞くだけでもこれは見る価値がある。まあ本当にそれね、バンさんが、うん、あの本当に公開時に見てもらって、あのそのね、死んじゃなんねって普通死んでたらいいことがあるっていう、生きてたらって、うん、そうじゃなくて死んでたら誰か人の役に立つこともあんかもし、生きてれば生きてれば役に立つかもしれないって人のことを言うのかっていう、あの非常にやっぱりある種のあの、うん、映画として成立してるんじゃないかなって。だからあのもし誰もがねこれ、あと思ったのはそのどれだけテレビでやっぱり特集やったってせいぜい話その人の話3分じゃないですか。新聞だって、一面普通はいかないけど一面で、その中で89分その一面や3分以外の他にもドラマがあるよっていうことは、やっぱりやってやろうとは思いましたねこれと思った。こっちの声は入ってないよね。あ、そうです。ちょっと気が違う。そう。まあそうなんです。うん。だから、うん、まあちょっとずるいですよね。だけど一日仕事を終えて、一日仕事で公開半年ぐらいずっと地方に回ってみたいな。うん。ただあの、まあ一個一個がさっき本当にあの僕は恐ろしく長くかかって、まあ、新井さんに代表作がないって言われるのは本当その通りなんですけど、そうやって長くかかりながらこういうことを一個一個 なんかまあ、うん、ちょっとですよね、まあ、っていう感じは。いやいやいや、だからやっぱで まあ、でその時に思ったのはあのじゃあその時じゃないけど、まあ、一回やってたんで、次にその、まあ、安倍がね、会見するって2019年だから20年にはやりたいみたいなことをずっと言った時に、今回のそのレボリューションプラスワンにも通じるんだけど、映画で何かやりたいと。で やっぱさ、あの安保法制の時も共謀罪の時もこうパッて発表されると、こう安保法制で映画作る、劇映画でもドキュメンタリーでも共謀罪でも作るって、これ作って公開したら間に合わないわけですよ。でいつもその作況で、さっきと作況で声明出すかでも行くかしかなくて、じゃあその憲法はまだこれ時間があるから劇映画で作ろうと思ったんですけど、やっぱりね、なかなか憲法で劇映画って難しかったんですよね。でそんな時にあのまあ憲法君っていう松本博さんのに出会って、これを誰がやってもらうかみたいなことで、まあ、これ渡辺美佐子さん本人見ないから全然言っちゃっていいんですけど、本当は中台さんにやってもらおうと思ったんですよ。ただ中台さんにもこう熱烈な手紙を書いてやったら、まあ、丁寧に、これはね、あの非常にあの趣旨も分かるし意義も感じてるけど、まあ、中田さんセリフ覚え悪いとこもあるんで、僕は、今年の後半あのゴッホかなんかやるときでやっぱり無名塾の芝居控えてて、どうしてもこれをやる余裕がないって断られてみたいな。でその時は、まだだけど劇映画を捨ててなくて、そのちゃんとしたドラマは作れないけど、これももう大地を受け継ぐと同じ手で、なんだっけ、新しい、あれあれ新しい憲法の話で、
新しい改憲草案の話だったっけ、あのっていう本が出てて、それを、かつてその日本国憲法が出た時に中学生用のね、副読本としてその憲法を解説したように自民党の改憲草案を解説した方があって、それはいかにそう言いながらもめちゃめちゃだっつうことをやる、反対こうやるやんだけど、それをその自民党の政治家に扮した役者たちのリレートークでやろうかと思ってたんですよ。ただ憲法君実際にとってそのそれをもう一回ね、あと憲法君11分ぐらいなんだけど、美佐子さんの一人語りで、その語りだけのやつが残り60分だかなんか、もうこれ客持たないだろうと。ヒロさんでやろうとは思わなかった？うん、それはね、ヒロさんで やろうっていうか、とそれはね言われたんですけど、やっぱり、ね、ヒロさんでやるよりはやっぱり憲法がもうその、あの時何歳だったっけ、70何歳ですよね、73歳ぐらいの時だから、その憲法と同じでもう古びてお役御免だと言われてる役者がやった方がいいだろうって、僕中台さんやったら泣くと思ったんですよ。だからそうそう、中台さんでしょ、香川京子さんでしょ、三輪明宏でしょさんでしょ、で市原悦子さん、もう市原さんはこれ事務所がもう完全に乗ったんだけど、もう、翌年亡くなるんですけど、ちょっと今薬で顔がもう膨らんでるから、なんとかこれ朗読に声だけにできないかって言われたけど、もうちょっとそれはできないって言ってやって、そしたら坂田さんの芝居に美佐子さんが出てるんで、美佐子さんなら OK かと思って坂田さん経由で行ったんだ。だからもう美佐子さん やるわよみたいな、これ面白いみたいな。で、まあそれがダメになったんですけど、これも、それがダメになって、じゃあ残り60分何しよう、11分じゃ公開できないしと思ってたら、これもですね、上映の各で知り合った女の人が、あの子だと BS 朝日のなんかの番組の記者だったんですよ。で、ちょっと井上さん会おうって言われて会ったら、実は井上さん、もう僕はこう憲法君撮影の時は撮影の現場にいるから控え室のことは分かんないんですけど、その子一応 BS 朝日の放送で流せるかって美佐子さんに話聞いてたんですよ、うん、そしたらそこで井上さん、美佐子さんの初恋の人が、広島のそのあれの時に、勤労学徒あれの時に、あの勤労動員の時に原爆死してるの知ってるって言うと、いや知らない、いやそれ私実はそれ聞いてて、そのドキュメンタリー局に企画出したんだけど通らなかったから井上さん撮らないってそれも言われたんで、おおって、しかも美佐子さんがやってるその夏の会っていうね、原爆労働劇来年で終わるから撮っといた方がいいわよって言われて、あじゃあ撮ろうっつんで、それももう3日後から撮り始めたみたいな、なんかねもうそういうことなんですよ全部。まあ、ちゃんと出会いが絡まってきて、そう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 、そうそうそう、だからもう出会いのその運だけでやってますねもうこうなると。うん、まあ大変でしたけどね、それの、うんうん、あの朗読劇取った中学校が、まあいろいろあったよね、そうそうそう、まあそんなことなんですよ、うん、まあ本当ね、だからあの不倫略奪婚してなかったら第一を受け継ぐで学生連れてこうと思わなかったですね。まあ何でも転んでもただで起きなかったということで。まあいつでも切れるようにして、いやいや大丈夫大丈夫ですよこれ、いやいや切れ、まあ、切れなくて大丈夫ですよもう全然。